コルチゾールは副人皮質ホルモンである糖質コルチコイドの一種であり、医薬品としてヒドロコルチゾンとも呼ばれる。炭水化物、脂肪及びタンパク代謝を制御し、生体にとって必須のホルモンである。3種の糖質コルチコイドの中で最も生体内量が多く、糖質コルチコイド活性の約95%はこれによる。ストレスによっても分泌が更新される。 分泌される量によっては、血圧や血糖レベルを高め、免疫機能の低下や不妊をもたらす。コルチゾールは、日本薬局型には、ヒドロコルチゾンの名称で収載される、ステロイド系抗炎症薬の一つとして、臨床使用される。ステロイド系抗炎症薬は、炎症反応を強力に抑制し、炎症のすべての過程に作用する。急性炎症、慢性炎症、自己免疫疾患。 アレルギー性疾患、ショック、痛風、急性白血病、移植変拒絶反応などの治療に使用される。副腎皮質機能不全、クッシング症候群、異界用などの副作用が現れる場合もある。ステロイド性合成。画像クリックで拡大と解説コルチゾールの、潜具物質のコルチゾンは、コレステロールからプレグネノロンを経て生合成される。プレグネノロンは、プロゲステロン、 コルチコイド、アンドロゲン、およびエストロゲンのステロイド生成に関わるプロホルモンである。プレグネノロンは体内であらゆるホルモンに変換されるプロホルモンである。プレグネノロンはコレステロールから合成される。この反応では C20 と C22 との間にヒドロキシル化反応が起こる。この反応を起こす酵素シトクロム P450SCC はミトコンドリアにあり、 脳下垂体から分泌される、副腎皮質刺激ホルモン、卵胞刺激ホルモン、臨体形成ホルモンによって制御されている。コルチゾンとアドレナリンは人体がストレスに対して反応する際に放出される、主なホルモンである。これらは血圧を上昇させ、体を闘争、または逃避反応に備えさせる。活性体であるホルモンであるコルチゾールの潜具体であり、コルチゾン自体は、 不活性である。11β ステロイド脱水素酵素と呼ばれる酵素の働きによって11位、e、のケトン元がヒドロキシル化されることで活性化する。このためコルチゾールはヒドロコルチゾーンと呼ばれることもある。類似のステロイドであるコルチゾールよりも重要性は低い。糖質コルチコイドがもたらす作用のうち95%はコルチゾールによるものであり。 コルチゾンの寄与は 4%5% に過ぎない。コルチコステロンはさらに重要性が低い。コレステロールからプレグネノロンへ、プレグネノロンからコルチゾールの先具物質のコルチゾンへ、コルチゾール値はコルチゾール分泌を促すホルモンである下水体の副腎皮質刺激ホルモンアクスによって増減する。さらにアクスは死傷部の副腎皮質刺激ホルモン放出ホルモンの crh によって増減する。そのため、コルチゾールが異常値かもしれないと疑われた場合、アクスとともに測定する。適正なコルチゾール値は人体の健康に不可欠であり、その値が過剰あるいは低下すると多彩な状態がもたらされる。コルチゾールはミネラルコルチコイド受容体を刺激し、それによってナトリウムが再吸収されて高血圧に導くと同時に、 カリウムの排出も行う。ミネラロコルチコイド受容体の刺激は心臓及び、腎臓の繊維化にも関与する。また、このホルモンは、過剰なストレスにより多量に分泌された場合、脳の海ウ馬ウを萎縮させることが、近年 TTSD 患者の脳の MRI などを例として観察されている。海馬は、記憶形態に深く関わり、これらの患者の生、科学的な影響とされる。 コルチゾール定値では、アジソン病、先天性副腎低形性症、先天性副腎皮質下形成症、副腎性アクス単独欠損症、C 反症候群、アクス飛散生成の下水体腫瘍、下水体性副腎皮質機能低下症、死傷株性副腎皮質機能低下症などが疑われる。コルチゾール高値では、クッシング病、クッシング症候群、 グルココルチコイド不応症、異所性アクス酸性腫瘍、異所性 CRH 酸性腫瘍、糖質コルチコイド不応症などが疑われる。ありがとうございます。